ビビ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 ビ。徹子の気まぐれテレビ。ビビビ始まります。はい。どうも。こんにちは。こんにちは。皆さんこんにちは。どうも。今日はね、はい、一連でずっとやっております。はい。徹子さんの持ち物。はい。可愛いものとかいろいろなものが出会って、で、まあ、倉庫があるんですけれども、そこを整理している庄内さん、庄内さんの発見っていうのを やりたいと思います。そうですね。先週もそうでしたよね。本当はね。庄内さんが全部こうティスクさんの持ち物で番号つけたりサイズ測ったりして全部管理していて発見したことがあるそうです。はい、まずこの写真を覚えてますか？この写真。あらこれあらちょっと皆さん私なんですけどちょっと向こう側になんだかねいっぱいいろんなパンダやなんかこの辺にごちゃごちゃあるのでそこをちょっと見てみたいと思うのでそれでこれはどこですか？自分の家でしょ。お家でこれは世田谷に住んでた頃のお家ですかね。そうですね、家族と一緒に住んでた頃だと思います。ということはニューヨークに行く前ですね。そうですね。ちょっと見てみますね。なんだこれ。ずいぶん若いわ私これでも。汚れがない感じ。汚れがない感じ。で、庄内さんに聞いたところ、もう一枚写真があって、うん、それがこれです。なんかあれですよね。証拠は。ここにあるぞっていうちょっといいですか見てごめんなさい。これニューヨークでしょ。そうニューヨークのテスクさんのお家ですよね。うん、うん、すごい驚いちゃう。実は確かにこれニューヨークだわ。ここの徹子さんの後ろに置いてあるここですねのぬいぐるみとかとニューヨークのお家に置いてあるぬいぐるみが一緒だっていうことを写真で発見したんですね。うん、でこれはですね聞いたんですね。この写真は何の写真だか徹子さんは覚えてないっていうので、うん、これは何の写真だっていうふうに聞いたらば、うん、これはですね A 六助さんと徹子さんのお家でラジオの収録をやってるんですって。でこの他にその A 六助さんが写ってる写真とかラジオの機材とかが入ってる写真があったんですって、それの中の1枚に後ろに入ってるこのぬいぐるみとかそういうのが写ってたそうです。私信用思うんですけど、うん、私が大事にしてるウサギがここにもうニューヨークにいるのは私行く時に持ってったのかしら。そういうことになるんです。どうやら庄内さんによるとこっちの方が若いそうです。そうでしょ。でこっからニューヨークに行ってニューヨークのうちにもこれがあるっていうことは日本から持って行ったニューヨークに持ってったっていうことなんですね。子供でもないのにそんなじゃあちょっと出してみますね。面白い。じゃあ写真一回お預かりしますね。でももう大人なのにそんなぬいぐるみ持っていったと思うとおかしくて。もうアラフォーぐらいの時です、ね。徹子さんがまずさっき言ってたウサギはこれですね。あそう。かわいい。かわいい。このねリボンの水色の色がかわいい。でもこれかわいい。これスタイフだと思うんですけど何も書いてないね。取っちゃったんだきっと。これここにね写ってるのがそうですね。ここに写ってるのがこれ、はい、それでこっちのニューヨークの写真でもここの一番端にいますね。本当だわ。すごい庄内発見じゃないですか。すごいこれすごい発見だと思います。自分でもそのものを持ってったと私持ってたと思えてない。でそれまた持って帰ってきたっていうのもすごいですし向こうに置いてきたりしないでね、うん、こんなウサギ私持ってったって思えないんだけど。やっぱりこういうものって綺麗にしてるとパンダです。あこのパンダもそこにいるパンダでしょ。そうです。ここにニューヨークの時にここにいますし、あらでこちらの、ここですね。本当だ。います。そうですね。それがここに両方の写真に写ってますね。本当だ。そして次にここに見えてます。
なんかこの水色の可愛い男の子の人形、うん、これは記憶にありますか？知らないです、わかんないです。ここにもいるんですよ、ニューヨークにも。何なのかしら、それ。お見せします。え、あるの？ありますよ。嘘。はい、パペットですね。あら、かわいい。かわいいですよね。何でしょう、ちょっと汚れてますけど、かわいいです。でもこの子かわいい。かわいいですね、うん。はい、そしてですね、こんにちは。あと、こんにちは。ここに、こんにちは、ピエロがいるんです、うん、このところにピエロ、うん、で残念ながらこのピエロはニューヨークには連れてってもらえなかったんです。ここにはピエロはいないんです。いない、うん、でこのピエロも出てきました。嘘、本当に？どういうの？え、これがニューヨークには連れてってもらえなかったピエロです。どういうこと、これって。皆さんびっくり、ずいぶん可愛くできてるのね。可愛いです、すごい。これ多分ね、この生地が多分洋服の生地で作ってるんだと思うけど、うん、この洋服の生地が多分今価値が出てるアンティーク の、うん、あの生地でできてるから、うん、これは相当今何でも鑑定団みたいなのに出したらば相当の値段がつくかもしれないですよ。出してみたら面白いかもね。出てみてください。いいんじゃないですか、クレアユテスコが持ってきたピエロの人形って。最後でしょうみたいな、500円ですみたいな。そうよね。でもこれ多分ね、この生地がすごくあの高いと思うんですね、これ1枚ずつの生地、うん、そうね。でも随分この丸くした、あのなんていうの、頭洗う時のキャップみたいな形でもって、うん、お人形さんを作るっていう考えが可愛いわね。可愛いですよね。で中に棒が入ってて、その棒を持ってると今こうやってタラッタラッタラ、日本製なんですかね。どこのなんでしょうね。日本製ではないと思いますね、これ私は思いますのに。でも、まあ、そうですね、この生地がアメリカっぽいですよ ね、 よね。アメリカの古着っぽいですもんね、うん、そう、こういう生地は日本になさそうなね、お洋服として、うん、木綿の、はい。最後にもう一つ庄内の発見がありました。はい、何でしょうか。これはちょっとニューヨークとさっきこことはちょっと別なんですけれども、この写真覚えてらっしゃるかどうか分かんないんですけど、お部屋なんですけど、うん、これはですね、徹子さんがあの NHK 時代に過労で入院しますよね、うん、それで、病院入った、それの病室なんです。でこれ、まあ、ここの病室のこの暖房機ですね、多分これ夏で使ってなかったんでしょうね、オイルヒーターみたいなやつ。その上に乗っかってるこの人形、うん、赤い服着てるよ。覚えてますね。覚えてます。これも見つかりました。本当に。だからこれは入院したのが30前って言ってらっしゃいましたから、うん、だいたい60年前になりますよね、この写真は、ね、で藤田嗣治の絵がリトグラフが貼ってあって、随分洒落てますよね。そうそう、壁に貼ったんだわ。じゃあお見せします、この人形。じゃあ皆さん、はい、この人形をよく覚えておいてください。ここにね、藤田の絵があります。ここに藤田の絵があって、はい、はい、これかわいいです。これ僕欲しいです。どこ？あった！あ、かわいい！アメ横で買ったの。アメ横で？アメ横まで買いに行ったの。私生まれて初めてアメ横ってところにね。それ20代の時に？そうそうそう。NHK に入ってる時に。そう、NHK 入ってる時。うん。で、これね、ニューヨークで作られてるものですね、ニューヨークシティって書いてあります、うん、でもこれはアメ横で買ったんです。だからアメ横って昔外国のもの売ってたんですよね。外国のもの売ってたんで、誰かがこれを持ってたの、うん、NHK に誰かが持ってきたかなんかで、うん、私どこで買ったんだか分かんないって言うから、うん、アメ横っていうとこ行きゃ何でもあるかもしれないって言ったら、これが本当に考えられないぐらいこれがあったの、うん、で買ったの、うん。パンツだけが脱がせられるようになってたんですね。だからおむつを変えるようなお人形だったんですね。ああ、そうかもしれない。ここは一体があったて、顔まではくっついていて、パンツだけが脱がせられるっていう、ね、そこに今縫っちゃってありますけど、なんかで縫っちゃったんだね、はい、きっとね。これ僕もすごくいいと思います。可愛いわね。
いただけるんだったらいただきたい。いいえ、差し上げます。そうですね、わかりました。じゃあ今日は庄内の発見っていう回で。すごい、これすごいですよね。すごいよね、これ。大発見。じゃあこれまたこれでお別れしましょうか。じゃあこれでお別れしましょうか。それでは皆さんにね、あなたバイバイ言ってください。はい。いいですか。Goodbye。バイバイ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 。ありがとうございました。バイバイ。